前を絞って4号艇意地でも鎌倉女の意地がぶつかり合う女子戦の G3 のファイナルは波乱の後輩等で法廷の小池が全速で攻めていきますが今回の主役は小池彩乃選手です。魚谷香織選手に憧れボートレーサーに走り方はもちろんインタビューの受け答えも自称譲りの礼儀正しさです。お疲れ様でした。ありがとうございました。暑そうですね。めちゃくちゃ暑いです、ね、はい。小池選手はデビュー10年目6月住之江女子戦で初優勝のチャンスをつかみます。準入まで8戦5勝の大活躍、初日からは3連勝も飾りました。もう笑顔が止まらないですね。初めて3連勝だったんで嬉しいです。そうなんですか。はい、ここはまくりに行くかと思って、いやまくり出しに振り返ってそうですね、はい、あのボタンタさんが先にあの行かれる雰囲気があったので、はいはい、とっさに変えました。とっさに変えた割には出足良かったですね。あ、はい、そうですね。新田選手がエンジンもプロペラももうやるところはないよって、はい、最高の状態になってるようなんですけれども、はいはい、そう思います。はい、もう新田さんが、はい、すごくよくしてもらっているので、はい、すごくいいと思います、はい、いやいや小池さんという乗り手もいいんですよ。いや全然です、もう本当にありがとうございます。いや乗り手が悪かったら3連勝できないです。はい、後半レース8レース3号艇です。またいい、はい、いい枠番ですね。はい、そうですね、はい、笑い止まりません。はい、8レースに向けてひと言お願いします。はい、次のレースも1着取れるように頑張ります。徳増ひろみさんの言葉に涙ぐむ様子も見せた小池選手。デビュー10年目初優勝に挑みました。2号手の小池彩乃の2場所連続優勝デビュー初 V に挑戦。3号手の五反田忍準優では見事な一発を決めて地元連続 V に挑戦です。4号艇引っ張るでしょうか鎌倉亮、地元16回目の優出で今度こその初 V になるか。スタート10秒前です。インコースから1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なりで間もなくスタートです。1秒前、今スタートしていきました。コーススタートはセンターから3号艇ですがインコース2コースも出ていきますが1番開け、まずは逃げる1号艇でその懐2号艇まくり出して3号艇の五反田後方から4番5番6番ですが、さあバックスリーじゃ突破争い1号艇が膨らんだ。さあ足合戦に立って3号艇の五反田忍が上がってくる。そしてその懐から4号艇の鎌倉で3号艇4号艇地元コンビが並んだ突破争い一騎打ち。そして2号艇5号艇1号艇6号艇なおスタートは正常でした。年間幕では内から伸びて2号艇が先に行った。懐を攻めてくる4号艇さらに懐3号艇が攻めていきますが先頭争い入れ替わった。今度は2号艇の小池4号艇の鎌倉さらに懐から3号艇も接近ですが2番4番並んでレーサー2周目とあります。さあ4号艇の鎌倉の地元初優勝か2号艇の小池のデビュー初優勝かそれとも3号艇の五反田の地元連続優勝か。2周目で出した幕は4号艇全速で鎌倉懐3号艇と2号艇と回ってきますがここで4号艇の鎌倉が意地を見せて地元初 V へと向かって先頭に上がってまいりました。1停進から2停進で2号艇の小池その後ろは3号艇の五反田現在上位が4札3であとは165となっています。南端幕トップで回る突破争いは4号艇の鎌倉亮そしてさあ足返してくる2号艇の小池ですがさあ届くかどうかですが先頭はわずかに踏ん張ったか4号艇そして2番手は2号艇3番手3号艇優勝戦は4札3で最終周回へと入ります。前を絞って4号艇意地でも鎌倉そして一定進で2号艇食い下がる小池最終周回ダジタンマークトップで回って4号艇の鎌倉のところまた2号艇の小池が全速で攻めていきますがここも先頭4号艇踏ん張って2番手2号艇3番手3号艇上位が4号艇2号艇3号艇とファイナルの優勝戦は後輩と後ろは水上げていて1号艇6号艇5号艇の順女子戦の G3 のファイナルは波乱の後輩等で4号艇の鎌倉がなんと地元16回目の正直となる最後勝ってここで地元待望の初優勝惜しくも2番手2号艇の小池彩乃は準優勝そして3番手3号艇4二さんの波乱で間もなくゴール優勝4号艇鎌倉ゴールイン地元初優勝2番ゴールイン3番1番ゴールイン6番ゴールイン最後尾に5番がゴールイン。地元初 V への執念に燃える鎌倉選手に一歩及びませんでしたが何度も食い下がった小池選手その走りは称賛に値するものでした。人一倍の努力家と評される小池彩乃選手デビュー10年目を迎えた2022年
優勝の二文字へ突き進みます。